じゃあ、一応そのトランプ論、はい、再びまたやりますか。ここは炎上タイムですか。ここから炎上タイムっていうか、まあちょっと炎上タイムで、やっぱりね、いい YouTube にいろいろ奥山、はい、国際情勢は分かってねえよと、はい、いうのはやっぱりあるんですよ、はいはい、ですから、いいちょっとそれ、まあ、でもそういう意見も、はい、それに答えていくことがやっぱこの、はい、答えて答えると、そうそうそう、はい、リアリストをね、はい、増やすっていう、ね、まあそうですね、はいはい、大事なので、うん、はい、じゃあまあいきます。奥山さんには、はい、これでオバマ政権よりもずっとマシだと思うことを分かってもらいたいです。あ、まあ、その、という、まあ、トランプがね。トランプがマシ。今、オバマのひどさが少しずつですが報道されるようになりました。奥山さんの好きなフェイクニュースメディアでやってませんが、はい、まともな国民が目覚め始めてる、うん。アメリカで暮らしている私の感想です。おお、アメリカ在住の方。そうそう、だから日本じゃないよと、アメリカに住んでて、はい、私は、奥山さん感覚が違うんじゃないかということを言ってる。なるほど。でもこれでも、うん、オバマ政権よりもずっとマシって何がマシなんですかね。あ、なるほど。ここはちょっとわかんないです。だから僕その辺 の、 その、はいはい、マシっていうのはどういう意味でのマシなのかっていうのはちょっと議論分かれるところだなと思います。感覚としてはちょっとフォックス見すぎじゃないのと。まあ、思えるかもしれない。まあ、かもしれない。そういうことではないんですけど、どうなんですかね、その、マシって何がマシなんですかね、その、経済的にってことですかね。はい。いや、ちょっとこれ、マシならどうマシなのか、ちょっと教えていただければ、はい、いいなと。トランプファンからのね、はい、こういう書き込みがね、トランプファンですよ。はい。トランプファンと思われる。はい。で、そうですよね、奥山さんは、トランプ個人のキャラが気に入らないのでしょうか。うん、いや、僕、キャラは好きですよ。はい。はい、まあ、そうですよね。はい、だから、っていうのはね、だただのおっさんとか、はい、何さんま気取りかと呆れましたとただのおっさんって言っちゃダメなんですか、ね、で同盟国の大統領に対してですよという、はいはいはい、ですよっていう書いてないですけど、これね、僕他の記事でもちょっとやろうと思ったんですけど、うん、なんかトランプに対してちょっと茶化したりとかすると、うん、うわーっと炎上するじゃないですか。これアメリカもそうらしいんですよ、はいはいはい、トランプに対してその何か茶化すことが批判とかが言えない状況って何なのかなって。それは良くないよ、ね、僕はすごい逆に問題だと思うんですよ。習近平に対して茶化したら逮捕されるみたいなノリになってる、はい、ノリとなんかちょっと近いところがあって、トランプを茶化すんじゃねえっていうね、はい、やっぱちょっとこう情緒系保守っていうかね、そういう感じになってしまう。別に同盟国の大統領に対しても別に茶化したっていいじゃないですか、うん、そうですね、僕それが自由な言論ってことじゃないですかっていう話ですから、そんなにその真剣に取らなくても、うん、逆にいいのかなと、はい、リラックスしてください皆さん、リラックスですよ、なるほど、お願いしますっていうことですね、はいはい、次日本人の大多数が英語読めないからって好き放題言ってるわと、はい、うん、まあ、この人はね、はいはいはい、笑われる日本、はい、日本人と、はい、ニューヨークタイムズが描く不可思議な日本とか読めば、はい、奥山氏の言っていることに整合性がないことがすぐ分かる。これでもニューヨークタイムズが描く不思議な日本ですよ、はいはい、日本のことですよ、ね、はい、だから僕は日本の報道は僕もそんなに取り上げてないじゃないですか、うん、はい、そうですね、はい、ここではあとトランプ大統領がミクロでどれだけ失敗を重ねていようが、はい、彼が日本と共同で中国を叩くという基本方針を変更しない限り、うんうん、日本国民はトランプを支持し助けるべき、はい、あ、なるほどね、はい、でも日本国民はトランプを支持し助けるべきって言いますけど、うんうん、はいはい、日本国民はトランプを支持したところで、うん、トランプは助かるんですかね、まあ、無理でしょう。だから僕はだからその、はいはい、うん、皆さんにお願いしたいのはですね、はい、うん、応援するのは別に勝手に応援していただいても全然構わないんですけど、はい、皆さんの声は、うん、おそらくトランプには届かないんですよ。まあそうですね。だから我々、例えば僕がトランプ頑張れって言ったところで、うんうん、トランプには関係ないっす、そうですね、ですよね。はいはいはい。だから別に支持して助ける、どうやって助けるんですかね。まあそうですね。なんか別にだから関係ないですよね、はい、トランプにとっては。で、まあその、はい、ニューヨークタイムズの件であったように、はいはい、日本の朝日新聞や毎日新聞を読んで、うん、はい、安倍総理の頃が分かるのかっていう話でしょっていう、はい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 、だから要は奥山さんがニューヨークタイムズを読んでるから、はい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 、それを逆に日本の朝日とか毎日読んでたら、うん、安倍さんのことが分かるのかっていう、はい、安倍さんの心ですかね、はい、心ことが分かるか、あ、安倍さんのことが分かるのかっていう話ですか、はいはい、まあ、一つは分かるっちゃ分かるっていうのがありますよね、批判してるから。いや、やっぱ批判してる側のポイントってやっぱり、うん、その見方が違う人の見方を見るのってやっぱ勉強になりませんか、はい、皆さん、はい、いや、あ、嫌いなんだなでいいと思うんですけど、うん、はい、あと、うん、そこまあ一つ、はい、朝日と毎日読んで朝、うん、安倍さんのことが分かるかって言ったら、はい、一部分は分かる、分かります、分かります、これは分かりますよ、はい、それはまず、はい、であと批判的に見てる面での、はい、
面は分かりますね。であとニューヨークタイムズを読むことにすごいこうアレルギーが強いんですよ、動画のコメントで。ニューヨークタイムズを読んでトランプを推し量ってんじゃねえみたいなのがあるんですけれども、うん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 、そこについてはどうなんですか。だからそのニューヨークタイムズと朝日新聞比べちゃダメですよね、まあ、提携してるっていうのはちょっとあると思うんですけ けれどもニューヨークタイムズって、うん、あの結構しっかりぜぜひひでやってるところがあるというか、確かにあの保守の部分もあるし、うん、だからワシントンポストは僕あんまり好きじゃないんですよ、そういう意味では。ちょっとかなりもう反トランプ で、ね、はい、固まってるんですけど、うん、ニューヨークタイムズに関しては結構客観的にやろうとして、やっぱりクオリティーペーパーなんですよ、まあ、日本の、ね、うん、報道は置いといて、はいはい、確かにね、あれひどいです。日本に対してはバッシングが多いけど、はい、ニューヨークタイムズってあの、うん、中国の人権問題をこれでもかってやってるじゃないですか。今やってくれてますね。そうそう、だから、はい、昔は日本としてはひどかったですけど、 そう、はい、だからそこは心強いですよね、むしろ。その通りですね、うん、はい、だから僕は別にそのニューヨークタイムズ だからね僕言いたいのはニューヨークタイムズも、うん、中にいろいろ玉石混合で、そう、はい、いろんな人がいると、そう、うん、ですよ。だからその中で、あの、あ、これだなっていうものを選べばいいじゃないですか。はい、だから皆さんにこうやってもらいたくないのは、うん、例えば FOX だから全部肯定とか、はい、あのニューヨークタイムズだから全部否定じゃなくて、うん、その中から自分でその情報、まあ、なかなか難しいですけど、やっぱ情報取って選んで持ってくるっていうのでいいんじゃないですかね、皆さん。はい。はい、僕はそういう姿勢でやりたいと思ってますよ。なるほどね。はい。ということです。だからフォックス僕も、はい、読みますしと見ますしということですね。YouTube にね、はい、あの動画ごとにコメントがあればどんどんしていただきたいと思います、うん、そのうちいくつかね、はい、あの典型的なプロトタイプがあれば取り上げたいと思うんですけど、はい、そうですね、はい、アメリカ通信なのになぜ日本の新聞であるジャパンタイムズを時々紹介するんですかね。なるほど。あれも一つ謎と、英字誌ってだけでアメリカメディアと区別ついてないんじゃないかと、うん、これ鋭いですね。はい、はい、はい、いや別にジャパンタイムズっていうのは、うん、日本にいるイギリス、あ、じゃあ、まあ、英語を読む方向けに書いてるんで、はいはい、そういう意味では、うん、視線的にはですね、うん、アメリカメディア的なところやっぱありますね、まあ、中で働いてる人がそうだって、はい、あとジャパンタイムズオリジナルの記事だけじゃなくて、はい、AP で他から買ってる記事が、まあそうですね、ほとんどあります、あります。だから、はい、そのニューヨークタイムズとかに出てる記事を持ってきてやってるっていう部分があるってことですね。もちろんもちろん、はい、これしかも今ジャパンタイムズがニューヨークタイムズと、ニューヨークタイムズインターナショナルニューヨークタイムズですから、ね、はい、その国際版を一緒に今出してるんで、うん、はい、漏れなくニューヨークタイムズもついてくるっていう、はい、その中でたまにジャパンタイムズで面白い記事もまああるっちゃあるんですね、うん、なので、いいんじゃないですか。英字誌ってだけでアメリカメディアと区別、まあアメリカメディアとして見てもいいんじゃないですかね。はい、はい、ということですね。まあまあ、まあ、あのだからやっぱり書いてる、その選んでる人たちがやっぱりちょっと、うん、日本人とは違う部分もちょっとあるんで、はい、その辺は僕に別にいいと思いますけどね。はい。でちょっとその典型的なパターンがあって、はい、うん、トランプに関する皆さんの反論の前提をちょっとこう、はい、3つ奥山さんが僕はい、そんなに好きじゃないんですけど、うん、まあ皆さんの反論、まあ、読ませていただきましたよね、うん、動画の下について、下についてあまりに多すぎて、はい、あの全部見れなかったんですけど、はいはい、基本大体こういうところに集約されるなってのが僕はあったんです、はい、うん、1番目、うん、やっぱり皆さんトランプが好きな方、はい、僕に対して批判的で、僕がトランプをけなすことに対してすごく批判的な皆さんの反論の前提があります、はい、前提がある、はい、これ3つある、うん、と思いますね、はい、僕は、はい、1番目、うん、リベラルメディア、まあ、はい、リベラルもしくはリベラルメディアに反発する方が多いですね。はいはいはい、はい、ニューヨークタイムズにへの反発とか、ワシントンポストへの反発、はい、そういうものは全部ありますね。トランプを否定してるのに対して反発みたいな、ありますね。あの、はい、ただリベラルメディアも使いようだと思うんですよ、うん、はいはい、はい、そうですね、はい、そういうことですね、はい、リベラルメディアも読まずに、うん、FOX と、うん、かだけで判断しちゃいかんですよ、多面的にやりましょうっていう話です、ね、はいはい、2番目、うん、エスタブリッシュメントへの反発、まあまあこれはヒラリー・クリントンズですか、はいはい、が嫌いだから、嫌いだから、あとオバマがね、はいはいはい、嫌いだからトランプが好きなんだけど、はい、その今大統領なのはトランプなのに、はい、うん、なぜかその奥山さんに文句言う人は、はい、オバマを叩けとか、ヒラリーはもっとひどいことやったぞって言うんですよね。まあ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 、まあ、いやいや今大統領が
トランプだからトランプの分析をしてるんですよということですね。あとエスタブリシメントが嫌い、まあ、だから要するにグローバリストが嫌いっていう方がやっぱいらっしゃる。で、我々はグローバリストですからねグローバリストというかそのグローバルにものを見る姿勢は僕大事だと思ってますよ、戦略家としては。だから別にナショナリストでもいいんですけど、はい、そのはい、あえて別にそのエスタブリシメントだからどうだこうだとか別に反発する必要、いやそうです、ね、分析すればいいだけの話じゃないですか、はい、まあ、グローバルで金儲けてるわけじゃないんで、グローバリストじゃないんで、ね、全然僕そういう意味ではグローバリストじゃないですけどね。そうですね、はいはい、そうなんですよね、はい、むしろグローバリスト企業さん我々のスポンサーになってください、なってもらいたいですね、いう感じですね、はい、3番目、はい、反中だからトランプを応援すべしだという、あ、これさっき言った。これ、そうですね。反中なんだから、トランプも応援するし、うん、僕は別に応援するしないとかは、だから、ないんですよ。分析対象。そう、分析対象だからしちゃいけないと思ってますから、はい、むしろ、はい、そういうことは、はい。だから、まあ、反中であることはいいですよ。はい、ただ、それって反中だから、じゃあトランプの他のことに全部目つぶれってことになったら、いや、それは正確に見てないことになるんじゃないかっていうのは僕の。確かにね。僕の意見です。そうですね。はい。まあ、それに対して、まあ、ここも僕一応自己弁護とかいう形でやってるのかもしれないですけど、はい、そうですね、この3つにまとめるんですね。そうで、大体そういう前提があるのかなっていうのを僕ちょっと、はい、見てて思ったんですけど、はい、いかがでしょうか。是々非ができなきゃいけないですよ、はい、僕はだから好き嫌いで見ちゃダメなんですよ、はい、皆さんだから好き嫌いだから、あ、奥山だからその反対だとかそういうこと、はい、党派的なもので、うん、見るんじゃなくて、はい、トランプ政権を全体アメリカが何をやってるのかっていうのを見るためにはセレクティブにやっぱ見なきゃいけないんじゃないかっていうのは僕の意見です、はい、ですね、トランプが失脚しようがしまいが日本人はまあどうしようもないことですよと。そうなんですよ。だから、はい、その村のね報告書が出てきて、うん、はい、まあ、分析はしてますけれども、うん、ここで日本人が応援しようがやられるときはやられるよということですよね。まあそうですね。それから、はい、トランプは分析大統領だから分析対象として、うん、やっぱウォッチしたり予測していかなきゃいけないということですね。それから感情を入れちゃダメと、応援するっていう意味ないよと、うん、我々応援してもトランプに関係ないですから。そうそうそう、関係ないし、皆さんここをちょっと勘違いしないでいただきたいですね、はい、ということですね。我々応援してもトランプはもうには影響は全くないです。はい、はい、ということですね。そうです、戦略もっと勉強したいよという人はですね、はい、戦略の階層、はい、人生にも役に立ちますからね、はいはい、例えば多分これ見てくださっている人は、はい、30代40代、うん、50代の人がいるんですけど、もう働き出して俺10年経ったけど、なんかラットゲームやってんじゃないのと、まあ同じとこをねぐる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 回ってんじゃないのという人とかいると思うんです。その人はちょっと、ああもうこれです、ね、戦略の階層がありますんで、もうちょっと上の視点から見ましょうと。上の階層に人がいて、はい、上の階層から自分を見てる人いるんですよと。やっぱ自分にも戦略という部門を作って、うん、上の階層から、うん、あ、俺の人生戦術的に動いてただけだったなということを気づいてほしいなという感じですね、はい、逆に俺って駒にされてたのとかを気づくとかね。そういうところもね。あと、ね、はい、自分どうせ駒しかないじゃんって思ってる人もいると思うんですけど、うん、いやいやどうやったら上に行けるかと、自分の戦略を持てるかと、はい、うん、そしてリアリスト、はい、入門、これも日本にはリアリストが少ない。例えば、はい、左翼の人っていうのは、うん、情緒的になってすぐギャーと、はい、安倍のせいだ、基本情緒系だし、うん、結論ありきっていうかね、はい、人権が大事人権が大事って言うけれども、はいはい、中国で踏みにじられてる人権問題は言わないんですよ、うん、そこら辺がなるほど、ね、おかしいじゃない、うん、でも保守の人は割とリアリストが多くて、うん、はい、それは柔軟に考えるんですけど、はい、でも保守の人の中でも、はい、安倍さん批判全くしないっていう人もいる、ね、おー、やっぱ部分否定できてこそリアリストですからね、はいはいはい、これはこれ是々非々で考えられるからっていうところなんですよね、はい、どっちが国益に合うかと、安倍さんが大事だったら安倍さん大事なんだけども、でもここ直してほしいなというところはやっぱり言わなきゃいけない。そうですね、安倍さんも神様じゃないですからね。そうです、うん、保守の中にもやっぱちょっと情緒系保守がいてですね、ちょっと否定するとギャーってこう来ちゃう、はいはいはい、あ、ちょっとそれって結局左翼の人と一緒じゃないのと、情緒系じゃない、保守って言ってるけど情緒系保守じゃないのという点を気づいてほしいなと、そうですね、そういった点も勉強したかったらリアリスト入門、リアリスト入門ですね、